Welcome to ガンダムどうもシフィです。テキサスコロニーですね、もう日は変わりまして出撃準備完了、オフティック隊に突入しようとしているところでございます。まあ、最近ですね出撃こういう時しかできないみたいな。現時点をもって待機命令を解除。もっと早くログインしたいんですけど、やっぱり人が多いときの方がいい。だから、コアタイムがもうちょいね。もうちょい。ね、継続してプレイできるような、環境であるといいなと思いながらも。エクストラガチャイベント中ですけど、やっぱりちょっと人が減ってるなっていうのを体感しますね。その人が減ってるって何かっていうと、その連続してプレイする、例えばやっぱりいろいろなアイテムが手に入るからっていうんで、昔はたくさんプレイしてたんですけど、私自身もプレイする回数が入りましたし、減ったなぁと感じます。回収を優先させる、燃え尽きるまで倒し続ける。なぜ前に出てくる、出てくるなよ。手伝います。挑んできた勇気は褒めてやる。回数を優先させる。怖い怖い。少しは避けろ。ちょっとマウスの選手上げてます。いや、このゲームって。回数を優先して回りましょう。ゲーム内のマウス戦士上限が低いですよね。マックスなんです、ゲーム内は。ゲーム内マックスで DPI1200 でやってたんですけど、今 DPI1400 に上げました。200ほど。他のゲームだと問題ない。結構 FPS はやっぱその辺重要なんで、ゲージがすごく長いんですけど、あるいは戦士のね、要は操作速度のところですね、バーがもっと長いんですけど、非常に短いですね。回収を優先、もっとなんか上限あると1200でいろいろ調整できるんですけど、マウス側は変えたくないんですよ本当は。回収を優先して回りましょう。マウス側は変えるとおかしくなる。まあ、だからもう変えるんだったら1400で合わせるしかないですね。ちょ、もう俺の後ろから撃ってもしゃあないやんけ。死んでるし。拠点制圧完了。これが名言の差だ。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。まあ、中央ですね。拠点を占領した。おいって出た。何なんですかそれは。よくもやってくれたな。敵さんを落としたいだよ。どうしてかないとね。敵を倒して何が悪い。大事なのは。呼吸器が破壊されてしまいました。各部隊攻撃は今が後期です。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。拠点を占領しました。自軍本拠点 X の防衛をお願いします。
あ、もう一瞬早く押した。こちらの限界値はまだまだ先ですよ。ペースは5人必要ねえんじゃねえかな。選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。シャンだろうなぁと思うんだけど。さあ初動は通れたけど、これ逆転あるぞ。そこに爆撃すればいいだけですからね。左側の方が優位ですから、爆撃がしやすい。この手は薄皮一枚傷ついただけだ。できるな。爆撃がしやすいのは大きいですね。その差が非常にあります。出撃する機体を選択してください。徐々に昔のマップもリメイクされて、鉱山都市とかねされてるようなので、まあ来るとは思うんですけれども、うん、ここは4の北は行きやすいのに対して、ここには行きづらいとかで、 4がここなんで爆撃が しやすいとか、空間から近いとかですね。こっちが左のがいろいろと有利です。拠点をダッシュしました。ああ、この程度ではヒビも入らんよ。何、落とされたのか。私を怖くとしないでね。こんなの傷のうちに入りません。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。こんなとこにいても中入んねえと見れんだよ。選択してください。はい、そうなんです。この戦士という部分は非常に昔、まあパソコンゲーマーとしてはね、早かったですね。早かったね。こっちが、いや、あのね、置くのがすげえ早かった。残念ですね。終了しました。ちょっと枠の遅かったですね。いや、ギリギリ待ったんですけど、置くのが思ったより早かったんだよね。めっちゃ早かった。まだまだ戦います。逃げればいいものを。お前立つな。おせっかいかもしれないが、各部隊攻撃今の方です。敵に戦略兵器が設置されました。起動範囲まで運搬をお願いします。戦略兵器を指定された地点まで運搬し、起動してください。これで勝ったと思う。調子が出てきたぞ。相手の方がメリハリがあるな。出
撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。難しいね。いやー、確実に止めようと思ったんですけどね。協力しました。これはできるかな。弾速が遅かったという。当たってねえだろ。お前ここで食らっ、ちょっと。ああ、なんとも言わないわ。出てねえし、一切顔出していませんけど。出撃する機体を選択して、出撃する地点を選択してください。行くぞ。さあ、こうなるときついですな。協力させていただきます。それともあのモビルスーツだからか。汚い手しか使えないお前はもうパワー負けしている。拠点を占領した。なんだあれは。逃げればいいものを。この手薄皮一枚傷ついただけだ。おい立て、おいそこは立てろうよ。もうこいつだってほんと気の地ねんだけど、どうにかしてください。今のはちょっと気のしなきゃおかしいでしょ。おいおいおい、今のは気のするべきだと思うな。もっと盾の判定は、発動判定は全機体共通でいいと。全面っていうので、そうじゃなくてもわけわかんないのに。それなんか、なんでしょうね、テクスチャー見た目通りみたいなことをやるから、じゃなくていいと思うんだな、そこは。踏み込みが浅いな。何でも倒してると思うんだけど、倒せない。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。いやー、ナイスわ。行くぞ。こちらのコンピューターで簡単に動きが読めた。一体どういう。出てきたお前たちがいけないんだ。この手挑んできた勇気は褒めてやろう。拠点を占領した。なんだこの感覚は。まるで勝つ。このブーストが足りんか。ね、私は非常にその縦判定。どう思います。出撃する地点を選択してください。だいぶきついですな。いやー、アスカを捨てたかったな。分かってたのに。自軍戦力ゲージが残り 10% 以下です。ちょっとまああとコマ何秒だった。いやー、タイミング的にねちょっと狙いすましたんですけど、それが当たったんだったな。逃げればいいものを。ピンポイント来すぎじゃね。甘く見ないでください。
さあ、これ南行くしかないわけですね。出撃する機体を選択して、出撃する地点を選択して、私の指揮を取るからには絶対に感知。銃撃は全般といいんだけど、ガルバルディはぶっちゃけ320だから、もうちょい機体性能上がっていいよね。最近のマラサイであったりとかジェガンとか見るとぶっ壊れですよ、ぶっ壊れ。320としてはね、性能が、機体性能だけで見て、ブーストチャージの数値が340並みにあるから、ちゃうんや、なんでそんなに変えるの。人間はいいもの。ああ、エルモグラは撃たれるんですよ。出撃する機体を選択してください。出撃する機体を選択してください。分かりますよね、サッとやればいいだけ。命令を解除します。ちょっと遅かったよね、だいぶ早い段階からちょっとしたんだけど。シャー以上のニュータイプみたいだ。誰だ。おいお前んとこの盾はずるくない。俺にも盾発動してくれよ、マジで。このゲームの盾発動判定をなんかもう嫌だわ。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください、ね、全然なのか。ジビゾル2はだからすっげえ損してるんですよ。あのだってせっかくあるのに本体の方に当たるからすげえ損してる。我が軍の敗北です。速やかに撤退してください。正面から食らっても本体の方に食らうことがあるからね。それねえだろっていうの結構私の動画見てる方は分かると思うんですけど、だからねちょっとね、あれも機体の大きさに関しての扱いのひどさですね、まあ、昔から感じますね。まだあんまやってないんだと思うんですけどね、調整してる人が。そう、この底のレベルまでやってる人がいないって感じですね。別にそこまでシビアになると、召喚戦場はそこまでなりますけど、そうじゃなかったらそんなにならないですから。でもそこまでのプレイヤーが中にはいないんだと思うんですけど、だからまあそこに問題定義として上がってこない。まあそんな感じでございました。あそこ止めつつ、中3取ってまだ分かんなかったかなという、ちょっと残念な試合でございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。貴様ら働きをもってしても勝